続いてご紹介いたしますのは、ラニテ日比谷駅を出発いたします。ラインカラーがシルバーの日比谷線です。1961年、南千住から中岡城址間が開通いたしました。翌年の1962年には当時の営団地下鉄として初めての相互直通運転を開始いたしました。相互直通運転とは、他社線と呼ばれる他の鉄道会社の路線を乗り換えなしで結ぶ大変便利なシステムです。現在では北千住から中目黒間を約43分で結んでいます。開通当時走っておりました3000系車両は1994年に引退し、ただいま走っておりますモンゲル車は1988年より登場いたしました03系車両です。日比谷線03系が左手日比谷駅を出発いたします。続いてご紹介いたしますのは、スカイラインの東西線です。1964年、宝の場から九段下間が開通いたしました。現在では中野から西船橋間を約50分で結んでいます。東西線が左手大手町駅を出発いたします。この東西線は当地下鉄の上を走っております。本日当館へお越しくださいました多くのお客様がご利用いただいたかと思います。現在東西線ではただいま走っております模型電車のゼロ模型車両のほか、廃車したアルミ車両を使用して作られたリサイクル車両や、通常よりドアの幅が50センチも広いワイドドア車、また2010年より登場いたしました新型車両15000系などが活躍しております。続いてご紹介いたしますのは、ラインカラーがグリーンの千代田線です。1969年、北千住から大手町間が開通いたしました。現在では綾瀬から代々木上原間も約38分、綾瀬から北綾瀬間を約4分で結んでいます。千代田線が左手大手町駅を出発いたします。ただいま走っております模型電車は1992年の輸送力増強のために作られた06系車両です。千代田線はこの1編成だけある06系車両のほか、お隣のシミュレーターでも活躍しております6000系車両や、2010年より登場いたしました1万6000系などが活躍しております。続いてご紹介いたしますのは、ラインカラーがゴールドの有楽町線です。1974年、池袋から銀座1丁目間が開通いたしました。現在では和光市から新木場間を約50分で結んでいます。有楽町線が中央永田町駅を出発いたします。ただいま走っております模型電車は開通当時から活躍中の7000系車両で、新型車体の07系は1992年から2007年まで活躍し、現在ではブルーに塗装し直して東西線で活躍しております。よくできてるな。続いてご紹介いたしますのは、ラインカラーがパープルの半蔵門線です。1978年、渋谷から青山一丁目間が開通いたしました。現在では渋谷から押上げスカイツリーマンションを約30分で結んでいます。半蔵門線が中央永田町駅を出発いたします。綺麗にね、発信の時もこの半蔵門線は駅の数が14駅で、そのほとんどの駅で他の地下鉄路線と乗り換えをすることができます。
開通当時走っておりました電車は8000系車両ですが、ただいま走っております模型電車は2002年より登場いたしました08系車両です。続いてご紹介いたしますのはパノラマ中央を走っておりますラインカラーがエメラルドの南北線です。1991年駒込から赤谷裏口間が開通いたしました。現在では赤谷裏口から目黒間を約39分で結んでいます。南北線が中央長津町駅を出発いたします。この南北線は日本の地下鉄として初めてホームドアを採用し ATO 自動列車運転装置によるワンマン運転を行っております。ただいま走っております模型電車は開通同時から活躍中の旧石器車両です。さて最後にご紹介いたしますのはラインカラーがブラウンの副都心線です。2008年6月和光市から渋谷間が開業いたしました。南北線の内側を走っているのはブラウンにゴールドのラインと副都心線1番系車両です。この副都心線は和光市から渋谷間を各駅停車で約35分、急行では約25分で結んでいます。なお和光市から小竹舞台半間は有楽町線と共用運行を行っております。現在東京の地下鉄は東京メトロ9路線、都営地下鉄4路線で 304.1km と 24km を走っております。東京メトロとしては9路線 195.1km を走っております。それではこの後